皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は介助の方法について、お伝えしていきたいと思います。まあ、私個人的な方法ではあるんですけども、やっぱり、知っておくのと知っておかないのとでは何かもしサポートする機会があった時に役立つのではないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。まずは、一人で抱える場合なんですけども、こちら私の足と足の間に介護する人の足を片方入れます。で、胴体に腕を回して、で私は介助してくれる人の首にですね手を回して、持ち上げてもらうっていう形になります。その足の間に足を入れてもらわないと、こう、まあ、感覚がない分変に足がクロスしたりする場合がちょっとあるので、個人的には足をこう入れてもらって、解除してもらう感じになります。でこれはこの今ベッドでやってるんですけども、ベッドじゃなくて普段こうお店に行った時とか、トイレ手洗い場所ですね、手洗い場所とかには入れるんだけど、トイレ本来のところには扉が狭くて入れないっていう時とかは、この異常方法で抱えてもらって便器に移してもらったりしています。なので友達がこの方法を覚えてもらえていることで、一緒に行動する時は多目的トイレじゃない場合のトイレでも入って、トイレすることができたりします。次は2人で抱える場合ですね。まず両サイドに立ってもらって、片方は膝の下、片方は、胴体に腕を回してもらいます。まあ、半分お姫様抱っこみたいな、なんかそんな感じですね。でそれで持ち上げてもらうことで、私自身持ってもらってる方も全然苦痛ではありません。動かないのだ。ただこれ車椅子が邪魔なんだよね。そう、車椅子の幅が密着できる。下ろしていい？うん、いる。はい。まあ、でもこんな感じ。まあ、これは車椅子からこう体を持ち上げてもらわなきゃいけない場合の時とかに、何か役立つのではないかなと思います。最後は、床トラの時ですね。床トラをする時は足を曲げて、まあ、体育座りみたいな感じで床トラする人が多いんですけども、私の場合傾斜が強くて足を曲げることが、できません。なので誰かがいる時はかかとを持ってもらって、持ち上げてもらうというよりは私と一緒に息を合わせてこう誘導してもらうというか、まあ、そうすることによってかかとがこう地面をこう擦ることなくいけますし、かかとの分の重みっていうのが減るので床トラがしやすくなります。今回この撮影場所は温泉旅館なんですけども、友達がサポートする方法を知ってくれてることによって、大浴場でお風呂も入ることができました。まあ、洗体場所までは車椅子で行って、で、下にクッションを敷いて、まあ、体を洗う。でそこからさっきの二人がかえですね、二人がかえを、まあ、裸の状態になるんですけども、まあ、裸で密着してちょっと M 字開脚みたいな感じで持ってもらって、湯船に入ったり床トラの状態で車椅子に戻ることによって、下のタイルにずることなく戻れたりします。まあ、男性がいれば、まあ、お姫様抱っことかしてもらってで、まあ、楽な場合はあるんですけども、こんな風に女性同士でもサポートできることによってお風呂とかトイレとかに、より行けるようになるので、ぜひ見てる女性の方々とか、まあ、じゃなくても、まあ、こういう方法があるんだよっていうことを知っていただいて、何かに役立っていただければなと思います。ではこんな感じで、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。